はいどうもポンポンです。逆や。はいどうもポンポンです。今日は大阪市今日は大阪市の御手島の駅にやってまいりました。新鮮な肝刺しがあるそうなのでそちらをめがけて行ってきます。それでは到着しました。大針屋さんです。売り切れごめんの料理がありますけどオープンできたので確実にいただけます。それでは行ってきます。店内は立ち飲みスタイルになってましてこのような感じです。立ち飲みですけどめちゃめちゃ広いです。一番乗りは贅沢ですね。お店の雰囲気もこんな感じでちょっと昭和レトロなポスターが貼られていたり一番絞り朝日赤星札幌までありますね。ハートランドもめっちゃ種類いっぱい。それではメニューを紹介します。ドリンクメニューです。今日は樽生に自信ありの生ビール中スーパードライで注文しました。他にメニューは売り切れごめんのメニューだったりこのようにホワイトボードやに書かれた何せメニューがめちゃめちゃ多いですね。1階は立ち飲みなんですけど2階は2名から利用できる座り飲みもあるそうです。あなたは立ち飲み派座り飲み派？はい、今日は立ち飲み派です。まずは生中朝日スーパードライ350円と大針屋さんでもおすすめの絶品の一品肝刺し450円です。なんとこの肝刺し、初の部分もつけてくださってます。うわ、美味しそう。そして量が多い。じゃあまずはいつものいきます。ご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。炭酸がめちゃめちゃ効いてます。美味しい。まずは肝刺しからいただいていきたいと思います。このヒマラヤピンクソルトをかけたいと思います。それではいただきます。めちゃめちゃ滑らかです。美味しい。臭み全くないですね。先ほどごま油のところに岩塩を振ったんですけど普通の塩じゃなくて岩塩なのでこの食べる時に岩塩の粒の大きさも楽しみながらいただくことができます。次はネギのせで。ネギも一緒にいただきます。玉ねぎとネギがさっぱりしてて美味しい。このハツ、心臓の部分ですね。ここもいただきます。ほい。ハツならではのこの何とも言えない食感が最高ですね。美味しい。やっぱり朝引きの但馬鶏を使用しているのでこの素晴らしい味なんですね。朝引き但馬鶏。続きまして頼んだエビの天ぷらがめちゃくちゃボリューミーで本当に驚いたんですけど見てください。これです。このエビ天なんとこのボリュームで300円です。そうでしょう。見てください、この美しいスタイルを。抹茶塩でいただきたいと思います。ボリューミーすぎて。うわ、
ありがとうございます。ではこのビッグエビ天いただきます。うん、衣もめちゃめちゃサクサクです。そして中の身はこんなに大きいですよ。ここ、エビゾル。あ、このエビは剃ってませんでしたね。これはビールが、ビールが進むわ。これ一人飲み盛りですけど、なんか2人、3人とかで来て、このエビ天は分けてもいいと思います。めちゃめちゃ多い。じゃあラストのエビ天は一口でいきたいと思います。もしもし、あ、はいはい、入るかな。うん、行こう行こう。してない。一口ではなかなかのハードルでした。じゃあビールも終盤でございます。ごちそうさまでした。今日は生中エビ天きまさしいただきました。ごちそうさまでした。本日は大阪市三手島の駅から徒歩すぐの場所にある大針屋さんに行ってきました。今日はこれだけ今日はこれだけ食べ飲みして1180円でした。ごちそうさまでした。朝引き田島鶏の美味しい鶏刺しをいただけるということで、めちゃくちゃ最高の店でした。そしてあのエビ天、店長さんがおすすめしてくださったんですけど、おすすめの通りめちゃくちゃボリュームがあって最高でしたよ。ぜひ皆様も三手島駅から徒歩すぐの大針屋さん行ってみてください。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは最初はグー、じゃんけん、ほい。明日もいいことがありますように。では。